ここでも追われているのか、ダッキー。誰かと思えば戦艦の大工房さんじゃない。オロチと共に戦艦を出した罪償ってもらおう。ごめんね、古汚いところに戻るつもりはないの。せいぜい我が手中で踊るがいい。魔王オロチ亡き後、乱世の風は完全に止まったかに見えた。だが次なる風はすでに吹き始めていた。オロチの残党が各地で徴領し、呂布、董卓、伊達政宗らは戦をやめず、魏の曹操も兵を挙げた。これらの旋風はやがて騒乱の嵐となって吹き荒れた。そしてその嵐は平和な日々を過ごしていた劉備率いる蜀をも飲み込もうとしていた。かねて書物で拝見していた人君、劉備殿と共に過ごし語り合える日が来ようとは。玄徳公はマロも迎えてくれたの。まことに人君じゃな。何の英雄と語り合えて私も嬉しい。ゆっくりとくつろいでいただきたい。殿、オロチ信号逃亡していたダッキが石庭に潜伏しているのを発見いたしました。ダッキー、あの者を放っておけば再び世は乱れ、民や兵が苦しむことになる。諸葛亮、私はダッキー討伐に向かう。そなたは留守を引き受けてくれるか。オロチとの戦、私は皆に救われた。次は私が皆のために働く番だ。承知いたしました。留守はお任せください。勝利の方を心待ちにしております。将校殿、急いでは危険だ。自重されよ。玄徳様と一緒に戦える、そう思うとなんだか嬉しくて。将校では共に行こう。世の安寧を乱す雑器を撃つ。全軍進むのだ。攻める劉備さんって初めて見るわ。お手並み拝見ね。いたずらしてみよっかな。ティクを目撃して。術にかかりやすい人ばっかり。皆さん、今のうちに始末しちゃって。せいぜい上がるがいい。一生打ち取ったり。お見事、迫力不要ですかな。素晴らしいですね。砦の中から何やら不気味な呪文が聞こえます。秘宝の処方から教えてやる。勇者はそこから急ぎ砦を落とすのだ。やられた。一生打ち取ったり。素晴らしいですね。ここで口当てろ。さあ来い、ひねり潰してくれる。次に会った時は貴様の最後だ。一生打ち取ったり。お見事な戦ぶり。
人間ども、惑え惑え。素晴らしいですね。あの人の出番かな。トータクさん、お仕事よ。敵さんを踏み潰して。うわぁ、進め。やっやっ、ルミナンスは叩き潰せ。やっやっ、はい、やっ、かぁ。ミラ、落ち着いて迎え撃つのだ。はい、今度は負けねえからな。敵将、撃ち取って。素晴らしいですね。ヒューヨンスは私のことよ。はいはい、カーン、カーン。大徳のもとにはいませんよ。うまくことが運んでいるな。さて、ダッキーはあの砦か。さあ、全力で来るがいい。はいはいはい、引かねばなるまい。敵将、
打ち取った。素晴らしいですね。はい、ここでお前を撃つ。素晴らしいですね。門は開けさせてもらおう。ラッキー、年数が来たから。門が開いちゃった。敵将撃ち取った。素晴らしいですね。何者か入って、列車が有効。決す、この恨み忘れぬ。敵将撃ち取ったり、お見事な戦ぶり。あなたもいたんだ。相変わらず陰険だね、坊や。減らず口も今日までだ。お前の名数、今ここに立つ。仕方ないな、ね、私が直々に抹殺してあげる。見つけたぞ、ダッキー。真の刃に打たれるがよい。ふーん、割と強いのね、リュウジさん。見直しちゃった。虫けらども、わしが一人でおらず始末してくれ。敵将撃ち取ったり、お見事な戦ぶり。その奮闘、我々の力になります。乱世再来の序幕、大徳の力、いずれ世の希望を担うこととなる。魂ごとぶっ潰してくれるわ。ひとまず撤退だ。敵将撃ち取ったり。鮮やかなお手並み。見事です。次に会った時が貴様の最後だ。敵将撃ち取ったり。お見事。策など不要ですかな。おかげで予定が狂っちゃったわ。援軍関西だ。私は劉玄徳、貴公の名を伺いたい。丁寧な挨拶、痛み。私は太后ダッキを追うものだ。先の戦ではダッキの目を貴公に向けさせ、慢心したところを捕らえようとしたが、貴公の予想外の検討により計画は頓挫した。喜ぶべきか悲しむべきか。なんて不埒な。劉備様はあなたの策の道具ではありません。
落ち着くのだ。ダッキには逃げられた。戦には勝利。こたびはそれでよかろう。大公望殿、我らの目的は同じようだ。共にダッキを打ち果たそうではないか。そのように切望されては無下に断れない。劉備将軍、同行させていただこう。大徳、強制も行こう。この者頭は切れるが少々扱いが難しい男。